皆さんこんにちは。大変ご無沙汰をしておりました。約10日ぶりの動画配信となります。大体一般質問の原稿ができましたのでですね、今日はその質問を書くに先立って私が5月の下旬に一度独自アンケートを県内の各企業に行いました。その結果発表 と謝罪ということで、お送りしたいと思います。まずアンケートの概要ですけれども、県内各業種500社、私が今まで名刺交換をした会社の皆さんの中から、まあ、なるべくいろんな業種に出せるようにということで、完全にランダムでもないんですけども、まあ、結構適当にこう出させていただきました。あえて方法を往復はがきにしました。今時なんでって結構言われましたけれども、これね、オンラインとかでやると、まあもちろんお金かけないでいっぱい出せるんですが、返ってこないんですよ。まあ、政治家の出す封筒とか、メールとかっていうのは本当に返事もらえないこと多いんですね。実は私も自分のまあ行事だとかって案内すると、締め切りまでに来るのって本当に2割とかそれぐらいしかいただけないです。まあ、今回ですね、例えば自分が来たら何が一番こう返さないといけない感があるかなって考えたら往復はがきだから。かなと思いましたので、非常にスペースは限られるんですが、あえてこの方式でやってみました。するとなんと 63.6%、 318社も返していただけました。まずはご協力どうもありがとうございました。まあ、内容は大体ですね、この通り1番2番で大体の地域と業種を教えていただいて、3番でこれまでに受けた影響どうなのか、4番でこれ以降はどんなぐらいの見通しなのか、それから5番がですね、非常に重い質問ですが、すでに解雇とか休業とかはやってますかと。6番はもうドストレートの質問ですが、6月以降ひょっとしたらもう事業継続できなくなる可能性はあるのかないのかということを答えていただきました。7番、8番はまあ自由記述欄ということにしておりますが、非常にまあ企業のプライバシーといいますか、重い内容が含まれておりますので、まあ秋田もそんな広い世界じゃありませんから、あそこのことじゃねえかみたいなことになりかねませんので、あんまり大っぴらにはこう出さないようにしますが、まあこれ一般質問終わったら、きちっとまとめて、県の各部局にしっかりとお届けしようと思っております。それでは内容に入っていきますね。まず本店所在地、これはやっぱり県央に相当偏っております。秋田市だけじゃなくてですね、小鹿南州から本庄二ヶ穂まで入ってますので、かなり偏っておりますが、括弧書きは私が発送した会社数、それに対して返ってきたのがこの赤い文字ということでですね、業種についてはこれ産業大分類に基づいてこう振り分けさせていただきましたが、やっぱり県全体の比率よりも建設が多いですね。政治家がこうお会いする機会が多かったのかなと思います。本当は卸小売っていうのが圧倒的に多いです。まあ、建設の倍以上いたりして、あと宿泊飲食も本当はもうちょっと大きい比率を占めておりますが、でもまあ帰ってきたのがこういう感じということになってしまいました。これをまあ考慮した上で結果を見ないといけません。まずは5月までに受けた悪影響ということで、極めて大きいが 23% となりました。特にやっぱり飲食宿泊業の方についてはですね、13社中12社が極めて大きい、という回答をしてます。そりゃそうですよね。製造業がですね、意外と極めて大きいという回答の方多くて、まあパッと思いつく製造業って部品製造とか、まあ、半導体とかそういうのですけども、いろいろありますからね。縫製、それから食料品関係と。これ特にやっぱ県南の方で酒造関係の方についてはかなり大きな影響を受けているような傾向が見られます。ある程度大きいが 32% となっておりますが、これが多かったのが卸売小売業ですね。やっぱ半数近くの方がある程度大きいとなっております。で、小さいが意外に多いなと私も思ったんですが、これやっぱ建設業者さんが多いです。建設業の皆さんの傾向はやっぱ今までのところ急には減ってないと。しかしながらこの先がとても心配だと。まあかなりの多くの方がそうやっておっしゃってますね。ないっていうのもありましたね。これはまあ、卸小売もそうやって回答する方もいらっしゃいますし、いろんなまあ業種にいました。まあやっぱりこういう分類だけでは簡単に語れないんだろう。次に6月以降の業績の見通しですけれども、やはり全く見通し立たないよという方が 18% 近くいらっしゃって、宿泊飲食業については当然やっぱり多いですね。それから運輸業についても、やっぱり非常に荷物が減っているというご意見、自由記述のところもありましたが、一番多いのがこの見通しが立たない。その次に多いのが徐々に悪化。
化ということです。徐々に悪化っていうのが圧倒的に多くて、これはまあ建設業もちろんのこと、製造業についても卸し小売についても最多層がこれからもっと悪くなるであろうというふうになっています。まず全体の話だけしますね。次に休業解雇をしましたかという直球の質問ですが、残念ながらまあ5月の下旬の時点で、既に解雇に至った企業さんもいるようです。まあ休業に関しては県の休業要請とありますのでたくさんいますが、これちょっとまあ業種とかね、非常に繊細な問題ですのであまり詳しくお話しないことにしますけれども、まあ先ほどの今後の見通しを見る限りはこれがまた増えてしまわないかどうか大変心配です。まあこれを防ぐための制度が雇用調整助成金というものですので、まあ、要は従業員さんの雇用を守ってくださいね。その代わり休業手当を出す、休んでもらってる間の休業手当を出すことを助成しますよという制度ですので、これ一昨日 NHK のテレビでもやってましたが、企業さんが従業員を守るよっていう意思を持ってくれないと使えない制度なんですね。まあ今それを飛ばして個人が請求できるような制度も作るというお話ありますが、今まさに国会で議論中です。いずれにしてもですね、事業主の皆さんについては、従業員さんとその家族の生活というものをもうリアルに想像して守ってあげていただきたいなと、私からもお願いをしたいと思います。それから、さらにストレートな質問ですが、6月以降事業継続できなくなる可能性はありますか？ということで、高いと答えられた企業も一部いらっしゃいます。まあ、あるという回答が51社。だいたいまあ2割はいかないですね。そして8割ぐらいの方はまあそういう可能性は低いよということを回答していただいてます。これもちょっとあまり詳細業種とかね、地域とかということはお話ししませんが、非常に難しい状況に今陥っている企業さんもあるということです。で、こうやってすごいいっぱいここにですね、はがきいただいてます。大変ありがとうございました。いっぱい書いていただいてるんですね。これを何回も何回も読ませていただきましたが、まあその中の一部を紹介したいと思います。やっぱり未だにマスク消毒液が足りない、高いというお声があります。まあ確かに供給はちょっとずつ回復してるんですが、高いですよね。これだってまともにかかり増ししてるわけであって、普通の家庭と比べ物ならないぐらい、まあ医療、介護、保育園、学校っていうのはすぐみんな頭浮かびますけども、運送業者さんとか、理髪店さんとかですね、食品製造とかですよ。マスクないと仕事にならないと。いう業種さんもいらっしゃいますので、そういう声は県にもすでに届けてますし、今回の質問でもですね、まあ、予算つけるのはいいと。こういうことで何万枚確保しました。で、そういうニュースになりますけども、実際手元届いてないんですよね。ここまで行って初めて、効果ありだと思いますので、そこの予算つけた後の事業の進捗管理はどうなってるのかという質問は入れました、今回。それから県外出張面談ができなくて仕事にならないと非常にいっぱいありました。これはすでにもう2週間縛りというのはなくなりましたので、どうしてもの業務に関しては、もともとまあダメという話ではありませんから、まあ出張等していただいてもいいと思います。それから、まあなんといっても、仕事がない、お客さん来ないと、物を売れないと。これなんですよね、最大の。これさえなんとか回ればといろいろうまくいくんですけども、その中で、まあお祭りに関しては、大体イベントが落ち着いたらやってもいいんじゃないかというご意見ありました。これはまあ提案していきたいなと思います。それから見通し、半年後、1年後は見えないね。で、支援策、県や市の対応が非常に遅いというご意見がめちゃくちゃいっぱいありました。大体そのびっくりマーク付きでこう来てましたので。県に関してはですね、まあ結構佐竹知事もガンガンスピーディーにかなりの金額の支援策を打ち出してると思います。問題はそこのさっき言ったような実行段階が遅い。手元に届かせるまでをもうちょっと急がないといけないというふうに、私もそう思います。それから手続きが分かりにくい。全くおっしゃる通りです。どうしても行政の手続き、本当に正確性が何よりも大事ということで、間違わないためには使われなくてもいいみたいな、そういう考え方ありますのでですね。これはもうもちろん改善を議員としては求めていきますが、なかなか難しい。それから自分はいいけど取引先がもうもしダメになっちゃえば非常に困るなと。あと、製造業に関してはテレワークなんかできませんよって、全くその通りですね。言うはやすしなんですね。あと、テレワーク等の補助金の作るべきだっておっしゃいましたけど、ありますので、これ、まあ、ちょっと何号か前の私の経済支援策のとこでもちょろっと説明しておりますが、一回ちょっと検索してみてください。テレワーク補助金みたいなやつがありますので。制度あるけど知られてない、まだまだ届いてないというケースが非常にいっぱいあります。だからまあ、私もこうやって YouTube でやってるわけですけども、
まあ皆さんもですね、ぜひ県とか市のホームページ、国とかめっちゃわかりづらいです。確かに見にくいんですけれども、そこをなんとかですよ。補助金、まあ例えば50万とか100万とかもらえば、それはあらりで稼ぐ手間を考えるとですよ。やっぱりちょっと頑張ってめんどくさい手続きを乗り越えた方が絶対いいですので、私たちもまあ伝えるのは仕事ですけども、自ら探していって見つけ出すというようなご努力もぜひお願いしたいと思います。それから、まあ、自由記述はですね、まあ、いろんな多彩なご意見いただいてますが、やっぱ観光とか外食に手厚いけども、他はどうしろと言うんだという、まあ、ちょっとお怒りでしたが、これ書いてる方確か交通関係だったんですが、この後の5月議会でかなり手厚い新策出ておりますので、あれで納得していただければいいんですけども。それから地域によって恐れ方は違うだろうと。まあ秋田県なんて全然感染者出てないじゃないかという声も全くその通りですので。まあこれからですよね。一人二人ポロポロって出た時に一気にやめるっていうことはもうしないんだろうと思います。共存していくしかないと。経済をその都度止めているようでは、とてもじゃないけど皆さん落ちませんので、なるべく一人も出さないのがいいんですが、どうしてもそれは仕方なく出てしまいます。その時に、どうやって冷静にこう対応していくかというのが、これからの課題かなと思います。それから公共事業が減るのは、まあ、もちろん建設業の方ですね。少し前に佐竹知事が、補正予算をつけるときに、これで一旦財政調整基金の残高がゼロになりましたと言いました。それはいずれ国からので戻るのは戻るんですけども、そんなこと今までなかったんですね。なので来年度の予算に関しては、すごいインフラ整備などの行政の基本的なサービスを満たすことからというふうになるんじゃないかと言ってましたので、まあ影響は当然受けると思いますが、必要とされている土木とか建設だとかそういう業務についてはしっかりつけるんだろうと思います。それからYouTube 見てるとか今結構書いていただきました。大変ありがとうございました。その中で、まあ苦言もあります。すでにできた制度をこうやって伝えたりするのは議員は必要ないというご意見もありました。まあ確かに一理あるなと思います。まあそれは本来県がやることであって、議員が何をしているのかとか議員はどう考えているのかっていうのを発信せよというご意見だと思いますが、まあそれもいつもちろんやります。ただ私もまあいろいろ県の動きとか皆さんとの対話等を通じてあるのに、要は県の発信が全然届いてないですね。テレビとか新聞だけじゃやっぱり届かないので、SNS、まあこの YouTube も含めて、こういうので読むのって嫌じゃないですか。ぐわーっと字いっぱいあるやつ。あれ誰も見ないんですよ。なので、こうやってこう、まあ非常にざっくりで雑なんですけども、気楽にこう、大体わかればいいっていうニーズもあると思いますので、それはそれでやって活かしていただこうと思っております。ご指摘ありがとうございます。もちろんこの一般質問で私がどういう主張をしたのか、それに対して県がどういう答弁したのか、そういうのもこれからまあ解説する動画を上げていきたいと思います。その中で赤いのが2つ、今が転換期だと思って見つめ直したい。それから首都圏と別に地方でできることを追求すべき。非常に前向きな時代の変化に応じて自分たちも変わっていこうというご意見もありました。私はこれに大変勇気をいただきましてですね、まずここから謝罪の話に行くわけですが、本当はこのアンケートの私からのメッセージの部分に書いてるんですけども、まあ、今回のアンケートを通じて、もう一番やばい業種、本当に危機的な業種をまず見つけ出して、そこに重点的に支援して全員救おう。そういう提案をするつもりで、皆さんにアンケートをお願いしたんですけれども、全部つぶさに見させていただいて、方針が変わりました。まあ、これは私がFacebook 等で、今、岐路に立っているというような思わせぶりなことを書いてしまいましたけども、やっぱり政治家って結構いいこと言うじゃないですか。まあね、皆さんの要望に応えてってやるんですけども、もうこの状況で、県や国の財政も限られている中で、もはやもう、ある程度の痛みがないと、新しい時代に適応する秋田県は作っていけないと。どこかで大きく変わるためのですね、何かアクションが必要なんじゃないかというふうにちょっと私も思いましたので、どちらかというと、皆さんを全員で今まで通りやれるように頑張りましょうというんではなくて、まあ、アフターコロナ、ウィズコロナの時代にどういう産業が、あれば、秋田県はしっかりと若い人たちも頑張っていける。人口を取り戻していけるのかと。ということを戦略として頭に入れながら、これからのコロナ対応していくべきじゃないかと。それから、これを機にですよ。
秋田県の社長年齢、実は 61.5 歳で、最新のデータで全国最高なんですね。企業の売上が増える企業の割合、これ年代別、社長の年代別に考えると、ダントツで1位が30代なんです。その次20代なんですね。で、3番目が40代。あと50代、60代、70代と、こう社長の年齢とともに売上増に なる会社の割合ってどんどん下がっていくんです。もうこれを機に思いっきり若返りをするように進めませんかと、そういう提案をしようと思っています。これは当然、高齢の社長さんたちにとって、おそらく今回アンケートを書いていただいた皆さんにもいっぱいいらっしゃいますけども、こういう人たちからするとなんだという思われざるを得ないような、非常に賛否両論というような主張を今回の質問に入れさせていただきました。これはやっぱり私の最初のメッセージに反することですので、この場を借りてお詫びを申し上げたいなと思います。ただ、どこかで痛みは伴うんですが、思い切った変化を起こしていかないと、このままずーっと今まで通りのやり方を何とか支援しながら続けていくという形ではですね、アフターコロナの秋田を作っていくことはできないんじゃないかなという私なりの結論でございました。決してそれは数字だけ見て心ないことを言ってるつもりはありません。こうやってしっかりと皆さんの声をいただいた上で、まあ私なりの信念を持ってこれから進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。